こんにちは、女性を惚れさせるような一言がありますと言うと、この一言知りたくありませんか？女性を惚れさせることはとても骨が折れることです。その女性がどんなタイプの男性が好きなのか、プレゼントは何をあげれば喜ぶのか、どんな食べ物が好きなのかといったように、行動で女性を惚れさせようとしたら時間も手間もお金もかかってしまいます。ですが、たった一言、いい意味でその女性の胸に突き刺さる、あるいはその女性の頭に残るような一言を言う、それだけでその女性はこの言葉を言ったあなたのことが忘れられなくなり、いつの間にかあなたのことばかり考えてしまうようになります。そんな夢のような言葉を今日は9個あなたにお伝えしていきますので、しっかり覚えてくださいね。1、ありがとうという言葉。感謝の気持ちを言葉で伝えられると女性はとても安心します。自分の行動が役に立った、自分の取った行動が正解だったと考えるからです。男女に関わらず、人は感謝の気持ちを伝えられるとこのように感じます。しかし、男性からの感謝の言葉に女性は包容力を感じるのです。なぜ包容力を感じるのかって、それは女性よりも男性の方が体が大きく力もあるからです。つまり、この包容力が安心につながるのでしょう。あなたも好きな女性がいるのであれば、ありがとうという気持ちをしっかりと伝えましょう。さらなる包容力を求めて、女性はあなたのためを思って行動するはずです。2、好きという言葉。好きという言葉には、相手を自分に惚れさせる大きな力があります。あなたのことが好きと直球に伝えた方が分かりやすく手っ取り早いですが、それだとストレートすぎて女性はびっくりしてしまいます。それに、恋愛において女性は少女漫画のような展開が起こることを期待しているということを覚えておいてください。例えば、あなたとある女性が世間話をしているとします。あなたはその女性に気があり、なんとか自分に気を向けようと試行錯誤しています。女性が、次の休日どこどこに行かないと急に提案したとき、あなたは何と答えますか？いいね、そうしようと答えるのが一般的でしょう。ですが、そこに好きというワードをプラスしてみてください。いいね、そうしよう、いや、君のその急に予定を決める行動力好きだなといったところでしょうか。おそらく女性はドキッとし、あなたとの休日のお出かけまでに、何を着ていこうか、どんなメイクをしようか、少しダイエットでもしようかと、何気に過ごしていた日常に変化が訪れます。そんなドキドキの中で当日を迎え、あなたとのお出かけが少女漫画のような忘れられないものになることでしょう。大人になっても女性は少女のような気持ちを持っています。そこをお忘れなく。3、心配したよという言葉。人から心配されて嫌な気持ちになる人はいませんよね。自分のこと気にかけてくれたのかなと嬉しくなることでしょう。特に女性は男性からこの言葉を投げかけられると思わずドキッとします。自分に会うまでずっと心配していたのかなと思い、自分が他の人より特別扱いされていると感じるからです。女性は特別扱いが好きですから、ぜひこの言葉を使ってあげましょう。4、ここだけの秘密という言葉。今話したことは2人だけの秘密ね。この言葉を好きな女性に伝えるだけで、女性は自分は特別な存在なのかと思ってしまいます。女性同士の会話では、ここだけの話と言ってお互いに知っている秘密事項を共有したりしていますが、これはあくまでも共有のための言葉です。これが男性から女性の場合だと少し意味合いが違ってきます。男性からの秘密ねという言葉に、女性はその秘密を他言しないように必死に行動しようとします。まるで機密組織のスパイを想像しちゃいますよね。二人だけの秘密イコール秘密を共有し合った運命共同体と感じているのかもしれません。これであなたの好きな女性を自分のペースに持っていくことができます。少し難易度が高い技かもしれませんが、知っておいて損はない方法だと言えます。5、いつでも話聞くよという言葉。いつでも自分を頼ってねという気持ちが隠れているこの言葉、
女性の中でも特に重要な役職に就いている方に効果大です。このような女性たちは会社内に気軽に話ができる人が少ない場合が多い傾向にあります。なのでこの言葉を投げかけてくれた男性に気持ちが傾いてしまうのです。きっとこの言葉を自分に言ってくれた男性、つまりあなたのことが忘れられず、その女性の方からあなたに歩み寄ってくれることでしょう。6、いつも頑張っているねという言葉。いつも自分の頑張りを見てくれていたんだと女性からしたら嬉しくなります。その一方で自分の頑張りを見てくれていたあなたのことを特別な存在として意識し始めます。この人となら自分を包み込んでくれそうと思い、ここでも冒頭に出てきた包容力を感じてしまうのでしょう。好きな女性が身近にいるあなた、ぜひこの言葉を使ってみてはいかがでしょうか。7、世の中の男は見る目がないなという言葉。恋愛において自信がない女性は多いですが、その中でもさらに自信をなくす場面があります。それはその女性の周りで結婚ラッシュや彼氏ができたラッシュが発生した時です。自分だけなんでと考え込み、自信をなくしていきます。意中の女性がこのような状況になっているのを見つけたら、すかさず話を聞いてあげましょう。女性の考えを一度聞いたところで、7のワード、世の中の男は見る目がないなを出してあげてください。そうでしょと話を続ける女性もいれば、そうかなと落ち込む中にも少し希望が見えそうな表情をする女性もいます。その表情の変化を見逃さず、さらにここで次のワードをプラス、俺なら絶対ほっとかない。この言葉をプラスすると、女性の気持ちが大きくあなたに傾きます。そういう目で見てたんだ、いつからだろうと女性は疑問を感じ、気づいたらあなたのことばかり考えるようになるという流れが完成します。4の言葉同様、少し難易度が高いため、実践するにはシミュレーションを重ねることをおすすめします。8、あなただけだよという言葉。君だけだよ、こんな弱い自分を見せれるのは。君の前だとどうしても素直になってしまうな、といったあなただけという言葉、実は女性に使うと効果がかなりあるのです。何にせよ女性は特別扱いが好きな生き物。この言葉を聞くだけで、自分は特別扱いされている、イコール自分は必要とされていると思い込みます。この方法、実はホストクラブのホストが接客の際によく使っているのを知っているでしょうか。彼らは女性客に気持ちよく場の雰囲気を楽しんでもらうためにこの言葉を使用します。そしてあわよくば次回は自分を指名してもらうためにという裏事情もあるわけですが、これ以上は大人の事情もあるので割愛します。女性相手の接客のプロが使用するこのワードも、使用するには少し難易度が高めであると言えるでしょう。9、好きになっちゃいそうという言葉。好きになっちゃったではなく、好きになっちゃいそうというこの言葉、これまで挙げた言葉の中でもかなり女性をドキッとさせる言葉なのです。だって好きというワードが入っているのですから。ですが好きになりそうと濁すことで、相手の女性にまだ完全に好きにはなっていないとあえて伝えているのです。完全に好きではないため、これからの2人の恋愛の展開がどうなるのか、女性の想像力をかなりかきたてるので、2でも挙げた少女漫画のような展開を女性側が期待してしまい、あなたへの気持ちがより強くなることが考えられます。ですがあなたにそんなに気持ちがない女性へこの言葉を使ってしまうと、ドン引きさせてしまうかもしれないので、相手を見極めて使うようにしてみてください。いかがでしたでしょうか。女性は年を重ねても少女漫画のような恋愛の展開を望んでいるもの、それをキャッチして実現させてあげるのが男性であるあなたの役目なのです。この動画を見て、少しでもあなたの恋愛が一歩前進することを願っています。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が気に入りましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。